はい、どうも、こんにちは。政治部ひかりです。今回もね、ハードオフ巡ってきたんですけども、まあね、その分、昨日の分の購入品もいっぱいあって、それも紹介してないんですよ、まだ。なのに今日また買っちゃったんで、そのうちの一つ、ちょっとね、またね、シリーズになるんですけど、ハードオフのこのね、電源入らず、いわゆる NG ですね。もう、電源入んないってことは何もできないっていう、このいわゆる NG、前回と一緒の NG は果たして本当に NG なのかっていうことでね、前回のゲームボーイは、まあ、端子を磨いたとこ、端子というか、電池の、接続部分を磨いたところ、錆を落としたところ、使えたってことで、まあ、NG っちゃ NG だったんですよ。今回は電池入らずってことでね、これね。ただね、この前も今回も言えるんだけど、まあ、外見が綺麗っていうのは共通点ですね。今日、外見が汚くてね、NG なやつは、大概本当に NG なんで。まあ、これはね、ちょっと電源入る機体をね、まあ実は俺答え知ってるんだけど、お店でも確認したし、帰ってからも確認したんですけどね。はい、でね、今回は前回みたいなミスがないように、はい、ちゃんとね、充電してますんでね。はい、このなんだっけ、エネループ、しかもハイパーのやつ、ハイパーっていうか、この黒のやつをね、炭酸電池2本で動きます。では行きましょう。はい、じゃあね、これちゃんとこれを使いますからね。昨日ミスったやつもちゃんと充電してますからね。やっぱ N ループは充電しとかなきゃダメなと思って。はい、じゃあね、これやつ、ちなみに値段は、216円でした。はい、1月入荷。まあちょっと裏技使って買ったんですけどね。まあ裏技って言っても結構やってる人多いと思うんですけど、まあ品出し前のを買うっていうね。はい、まあ品出し前っていうか品出し直前のを買ったんですけど、はい、ちなみに電池2個で XD カードで動きます。あ、動くっていうか記録します。 XD カード今日ね、ハードオフでね、400円で売ってたんですよ。ただ、もっと安いとかあるんじゃないかなと思ったんだけど、アマゾンでも最安値で750円ぐらいだったから、買っといてもよかったかなって気もするんだけどね。まあ、別のところで多分42円で売ってるとこ確かあったんで。はい、行きます。電池入りました。では、運命の電源を押します。押したいと思います。早く押せよっていうね、字幕は入れないけど。はい、行くよ。おー、あれ？待って待って。なしなし。行くよ。なしなしっていうか、押します。あれ？あ、カードがありませんか。今のオレンジはカードがありません。はい。まあね、これはね、動作チェックコーナーにあった電池でも試したんですけど、なんと電源入りませんよ、嘘で。まあ確かに入りづらい感じはするんだけど、まあ、入るよねって感じ、普通に。入るし、使えるよねみたいな。取っちゃうよ、1枚。ほら、行くよ。はい、フラッシュまで耐えて取って。まあまあ、記録はできないけどね、カードないから。あ、待って、記録できてんのかな？あ、記録ないから、できないわ。カードないからね。ちなみに動画も撮れます。まあ、カードないから無理だけどね。はい。で、写真。もう一回写真撮ってみようか。はい、笑って笑って、笑って笑って、笑って笑って、もっと笑って、つってね。はい、行きます。はい。いいね、このシャッター音かっこいい。はい、ということで、まあ、切ります。はい。はい。216円の1月入荷、電源入らずは、まあ、電源入るんですよ、これは。なんでこれ入るかっていうと、もう見た目が綺麗だから。うん。見た目が綺麗なやつは、大概ね、大丈夫なんで。大丈夫じゃなくても、壊れてる原因は、ほんとちょっとしたこと。もう下手したら電池入れてしばらく、なんか、いじってれば、なんか、埃がなんか取れたりして、なんか治ったりすんだよ。機械類って結構。分解とかしなくて大丈夫。結構分解して壊したこともあるから、まずは、分解せずに、なんか、うまいこと直してか、いじってれば治る。うん。ちなみに今回はね、もうね、完全ジャンクな感じの、俺にしては、最近あんまね、このね、入荷日を結構意識して買っちゃってるんで、こういうね、古い、もう、やつは買わないんですけど、まあ、216円のオリンパス。これね、ちょっとね、聞いた話だと、まあ、昔流行ったんだってね、こういうカメラね。まあ、一般人向けのあんまり高くないカメラね。これをね、これと、ちょっとなんか、今のは銀だったんだけど、これ金ね、はい。もう買いました。これちょっとカードは特殊なんですけど、このカード用のカードリーダーは持ってるんで、これを買いました。あとはこのカードを買うだけです。このカードもハードオフで買えるんでね。ちなみにこの二つも、炭酸電池4本で動きます。オリンパスのカメラですね。これも買いましたし、まあ、購入品紹介で全部は紹介するんだけど、他にもカメラいっぱい買ってますし、あとね、チラッとね。はい、今まで一番欲しかったやつも買いました。はい。ということでね、今回は結構動作確認もちゃんとして買いましたね。あとは、まあ、ちょっと、あんまり、まあ、みんなにあんまやってほしくないけど、
まあ、裏技っていうか、みんなにやられたらちょっと俺の立場がないなくなっちゃうっていうか、いいの買えなくなっちゃうんだけど、ハードオフって、青いカゴじゃん？青いカゴに入れて砂出しするじゃん。それが砂出し直前で、なんか、レジ横とかに置いてあるんだよ。レジ前に置いてあるとこもあんの。もうこれから品出しするんだけど、その前に侵入荷があるから、見ていいですよってとこもあるし、見ていいですよじゃなくて、なんかレジと店内の境目ぐらいにあるときあるわけ。それはもうガンガン見ちゃってください、皆さん。なんでかっていうと、俺店員やってた立場だからわかるけど、品出し前に売れた方が、品出しする手間が省けるんで、品出しって結構めんどくさいから、結構ね、ありがたいんですよ、むしろ。だから、本当はダメでももうスルーするから、俺はっていうか、絶対、ほぼ。注意されてもたとしても別にお金取られたりさ、警察に使われたりするわけじゃないから、もう、絶対そこから選ぶのが間違いないです。そうしないと、ずうずうしいやつにいいの先に取られちゃうから。はい。っていうことと、あとは今回は、電源入らずとか NG って書いてあっても、使えますよっていうことです。綺麗だったらね。はい。ってことで今回これは使いました。216円のカメラ。富士フィルムの何に使うんだってね。売るにしてもね。まあ、これはね、売れるんだよ。なぜかっていうと、メモリが SD カードだからまだ売りやすいんだけど、こっちなんて売れないからね。まあ、売るはないけど、コレクションするんだけど、あとはね、まあ、写真展をね、いろんなジャンクカメラで撮った写真で写真展をね、YouTube に上げていきたいっていうのもあるんでね。はい。あと今日はね、ついにね、あれを買いましたね。ラジカセ。でかいやつ、めっちゃもうガチのラジカセ買いました。はい。まあそれもね、おいおい紹介してるとしてね、あとファミコンソフトをいっぱい集めてますね、っていうことで。まあみんなね、ツイッターにもね、速報としてアップするんで結構、こういう風に立てかけて、写真撮って、で画像載せたりしてるんで、あと質問とかも、ツイッターなら即レスできるんで、うん。ぜひね、お願いします。じゃあ、また、ご覧ください。バイバイ。